イスカリオテのユダについて、ユダについて書きませんでした。なぜかといえば、アンギアーリの戦いを最後の晩餐に合成した場合、跡形もなく消えてしまうのです。闘志が必死で引き抜く槍がユダの位置に来ることは確かですが、消えてしまうのです。ユダはキリストを裏切る悪人というイメージがあり、後の修復時、極悪人のイメージを強調するために、ヒゲや銀貨袋を握りしめるように描き直された話もあります。しかし、レオナルド・ダ・ヴィンチは、ユダを悪人とは思っていなかったような気がしてなりません。当時の他の画家の最後の晩餐は、ユダが一人テーブルの反対側に座っているように描かれているものが多いのですが、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐では、十二使徒の位置に座っています。なおかつ、私の仮説が正しければ、ヨハネが暴れているとした場合、この直後、左手を皿に浸す可能性がある。最も信頼される弟子が座るキリストから見て、右側の席にいることにもなります。暴れたヨハネに押される形で、この場面で、レオナルド・ダ・ヴィンチは、もしかして、ユダを最も優れた弟子と想定していたのではないでしょうか。最も信頼できる弟子だからこそ、後世の汚名を一身に被る役を託したと考えているように思えてなりません。本意は不明です。読者よ、いかがだったでしょうか。私は、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナ・リザで、素直にありのままにものを見ることを学びました。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵は、レオナルド・ダ・ヴィンチ本人の絵で謎が解けることを知りました。受胎告知、岩窟の聖母、救世主、など別の機会に発表していきたいので、ここでは細かく記述はしない。ただ、それだけを頼りにここまで書いてきたわけです。最後の晩餐の謎を解くには、アンギアーリの戦いが鍵となっていました。それも、ペトロの右手がおかしいと素直に思ったのがきっかけです。それを証明する絵、それがアンギアーリの戦いであっただけのことです。そして奇妙なことに、この2枚の絵は、位置決めがしっかり指示されています。3箇所の位置合わせ指示は、単純に偶然とは言えないでしょう。今、私が仮に、最後の晩餐の壁画を現地に、趣見たとしましょう。多分圧倒されて、今回のような解析は無理でしょう。パソコンのディスプレイで見て、さらに画像処理できるからこそできたのかもしれません。これを逆に考えると、レオナルド・ダ・ヴィンチは見破られる心配はそんなには感じていなかったのかもしれません。しかし、念には念を入れ、アンギアーリの戦いの模写を自分の作品でないように裏工作した可能性もあります。もしかしたら原画なのかもしれませんし、壁画の方がおまけだった可能性すら感じます。ある意味、まんまと500年騙された気がします。